郵便局に併設されているキーウィ銀行キウイフルーツと同じ緑色のロゴデザインを採用しているキーウィ銀行はニュージーランドの銀行ニュージーランドポスト社参加で運営される銀行ニュージーランド労働党と旧連合党との連立政権により2002年に設立ニュージーランド政府所有の銀行第35代ニュージーランド首相を務めた ジム・ボルジャーが会長を務める。主な営業基盤は、中間所得層から低所得層向け個人融資、銀行業務、中小企業向け融資、住宅ローン業務、生命保険業務、国際送金業務等を扱い、一部店舗では外国通貨の両替も可能。全国300を超えるニュージーランドポスト社の店舗を利用し営業活動を行い、 民間金融機関よりも低い手数料を強みにしている。民間調査会社のロイ・モーガンの2007年度の調査ではオーストラリアの4大銀行グループを超える顧客満足度を獲得している。サンデースター・タイムズ社発表のキャンスター最優秀銀行部門賞5年連続受賞。ありがとうございます。